ねえねえ、あやとくん、社内の噂で聞いたんだけど、あなたが今度社長になるって本当なの？久美さん、お疲れ様です。噂が流れるのは早いですね。実はその通りなんですよ。なんですって？社長の父が予定より早く引退したいと言い出しまして、それで息子の俺が次期社長に就任することになりました。今月末に発表して、来月から俺が社長ですね。前から息子の隼人くんを社長にするとは聞いてたけど、まさか本気だったとはね。俺もまさか30代で社長に就任するとは思いませんでした。なので久美さんに助けてもらうこともまだまだあると思います。勤続30年の実力で若造のサポートをよろしくお願いいたします。何がよろしくなものですか。あなたが社長に就任するなら私の計画は台無しじゃない。え、まだあなたは若いから次の社長候補は私だと思っていたのに、それが来月からまだ30代の小僧が社長ですって？ああ、社長息子は気楽でいいわね。何の努力をしなくても最短で社長になれるんだから。あの、クミさん？なんだかいつもの優しいクミさんとは態度が違うような気がするんですが。あんたにはもう優しくするメリットなんてないわ。勝手に社長でも何でもしてなさいよ。勤続30年のベテラン社員はあんたに優しくなんてしないから、仕事のことなんて一切助けてあげないから。え？あきらく息子社長が会社をうまく経営できるかとても見ものね。私は一切手伝う気ないから。ふみさん、一体どうしたんですか？俺が修行で他の会社に出向した時もあんなに優しく励ましてくれていたじゃないですか。それはあんたが一生出向したままになるよう願っていたからよ。なのにこんなに急に戻ってくるなんて。せっかく会社で好き勝手できる環境だったのに最悪よ。そんな風に思っていたんですか？絶対に私の方が社長にふさわしいのに、息子ってだけで就任できるなんてずるいわ。こんな会社辞めてやる。え、そんなの困りますよ。久美さんはうちの大切な取引先をいくつも抱えているじゃないですか。それが勤続30年の実力よ。ああ、そうだわ。ならこうしましょう。ハヤト君が社長に向いていないときは私に社長の座をよこしなさい。え？今後のあなたに経営手腕でどっちが社長にふさわしいか決めるのよ。ハヤト君が社長になって業績が上がったら社長として認めてあげる。でも業績が下がったら問答無用で辞めてもらうわ。そして私が社長に就任するのよ。クミさんが社長にですか？経営の上手な人が社長になった方が会社のためじゃない。ああ、でもハヤト君にとっては退職が決定しちゃうから嫌だよね。息子ってだけで社長になったから実力があるわけないもんね。その言い方は聞き捨てならないですね。俺だって父の会社をより良くしようとたくさん経験を積んできました。こうなったら実力で認めさせるしかないようですね。若造の経験なんて何の意味もないのよ。それじゃあ隼人くんの手腕を楽しみにしてるわ。業績が下がったら問答無用で社長の座を明け渡してもらうから。あーやっとくん、3ヶ月業績悪化だったね。ねえねえ、今ってどういう気持ち？ずいぶん腹立たしいラインですね。おろろ、業績悪化で機嫌が悪いのかしら。イライラしてる人のところには仕事なんて来ないわよ。ここ3ヶ月、軒並み取引先からの契約中止が続いてるんです。そしてそれらが主に久美さんの担当先なんですよね。まるで私のせいで取引中止になったみたいな言い方をやめてくれる？私はいつも通り仕事はしているわよ。いつも通りの仕事なら取引中止なんてならないはずなんですがね。それなら全部経営者のあなたのせいなんじゃないかしら？は？皆さん新社長のことをよく思っていないらしいし、若造の会社には任せられないって言ってるらしいのよね。それで取引が中止だって言うんですか？社長就任の挨拶の時は皆さん快楽と応援をしてくれたのに。人の気持ちって変わりやすいって言うわよね。やっぱり息子びいきの会社なんて信用なくて当然なのよ。皆さんも俺の修行のことを知ってるはずなのに、出向先で俺が頑張ってるのも見ていたはずなのに。とりあえずこれで3ヶ月連続業績悪化だね。ちなみに私の担当先からも2件ほど取引中止の連絡来ているから。もう2件ですか？そんなの今月も来月も業績悪化決定じゃないですか。これはもう約束通り、ハヤト君は退職するしかないみたいね。え？業績悪化したら、社長の座を私に譲る。
この約束忘れたとは言わせないわよ。確かにそういう約束はしましたけど、実力で認めさせてやるだっけ。あなたが無能だって証明されちゃったわね。クミさんが仕事をしていないのも証明されていますけどね。取引中止は全部クミさんの担当企業ばかりです。中止にならないよう努力するのがあなたの仕事ですよ。私はちゃんと仕事をしています。でも皆さんが若造と仕事はしたくないって言うんだもの。こればっかりは私のせいじゃないわよね。そうですか。父の代からの取引先がそんなことを。ピピピピピー、自分がいかに無能か分かったよね。さあ、あとは私に任せて、あんたはとっとと辞めなさい。皆さん、私が社長になったら取引再開するって言ってるのよ。へえ、クミさんが社長になったらですか。それは面白い話ですね。やっぱり仕事は信頼関係よね。若造社長より勤続30年の私の方が信頼されてるみたいなの。取引先全員が私が社長になるべきだったって言ってるわ。なるほど、そこまで言い切ってるんですね。それなら俺が身を引くのが会社のためになりますね。これで次の社長は私に決定ね。この役立たずの若社長め、とっとと会社を辞めて私に社長の座を引き渡しなさい。惨めにしがみついても無駄だからね。そうですね。それじゃあ今日から社長業よろしくです。え？どうしたんですか？社長の座を引き渡してほしいんですよね。なるべく早い方がいいと思ったので今日中にでも引き渡しますよ。それはもちろん嬉しいんだけど、まさかこんなに早く会社を譲ってくれるなんて。いい経営者は去り際も綺麗にって聞いたんですよ。なので業績悪化を受け止めて同時進行で退職の準備もしていました。なんだそうだったの。ハヤトくんたら最初から負けを確信していたのね。あとは正式に退職手続きをして、俺は次の会社を始めるだけですね。社員の半数を連れていきますが何も問題はないですよね。は？社員の半数を連れて、次の会社ですって？はい。取引先も巻き込んで社長に嫌がらせする社員とは働けませんから、俺は自分自身が楽しく働ける会社を作ります。父の会社は勤続30年のおつぼねにあげますよ。ちょっと嫌がらせって何よ。取引先中止が続いているのは自分のせいじゃない。あなたのせいで業績悪化したの私のせいにしないでよね。クミさんこそ何を言ってるんですか。取引先に取引中止にしろって迫ってるところ、俺はこの目でしっかり見ましたからね。え？あまりにもクミさんの担当先で取引中止が続いているので、こっそり外回り営業をつけたんですよね。いつも夜のお店で接待しながら営業してるようですね。おかげさまで尾行も簡単でしたよ。つけていたの？そんなのストーカーじゃない。社長による社員管理の一環です。そこであなたが取引先に中止をお願いしているのを聞きました。自分が社長になったらいい条件で取引再開するからっていろんな取引先にお願いしていましたよね。そうだったかしら。お酒も入っていたし、あなたの勘違いじゃないかしら。こっちは録音をしてるんですよ。え？まさかこんな裏取引にこれだけの取引先が応じるとは、本当にがっかりですよ。信頼第一でつながっていた取引先とは思いませんね。何よ、それだけあなたの信用がないってことでしょ。結果として業績悪化に本当になったし、裏取引でも何でも次の社長は私だから。それは約束だから守れますよ。だから父の会社はあなたに譲ります。俺は信頼のおける社員と取引先を持って新しい会社を立ち上げます。え？取引先も？クミさんの裏取引に応じなかった会社はまだ信用できます。ここのところ毎日お会いして商談も取り付けております。俺は信用できる人としか働きません。クミさんはどうぞ裏切り者だらけの会社で疑心暗鬼に働いてください。何を言ってるのよ。むしろそっちの方が好都合ね。私の言うことに応じる人しかいない会社なんて最高よ。これで私の天下だわ。そうだといいですね。それでは失礼します。念願の社長就任おめでとうございます。ハヤトくん、お久しぶり。新しい会社はどうかしら。そこそこ順調に進んでるって噂で聞いているけれど。それは噂が間違っていますね。そこそこどころか、かなり順調に進んでいますよ。おかげさまで売上目標は毎月大幅に超えていますから。毎月ですって？それで、こちらもクミさんたちの噂はよく聞いていますよ。社員は結束バラバラ。取引先はやりたい放題。業績もかなりやばいそうですね。噂は当たっている感じですか？
悔しいけど当たっているわね。社員みんな次は自分たちも昇進させろってうるさいし、取引先は社長にしてやっただろうって弱みを握ってうるさいし、ついには残った社員にも裏切られて少ない取引先を持っていかれたわ。うわー、殺伐とした会社ですね。のびのびとした社風のうちとは大違いですよ。そうよね。だからこそ私みたいな人が必要よね。え？今なら隼人くんの会社に入ってあげてもいいわ。私を役員として迎える準備をするのよ。クミさんを俺の会社にいいですか？ええ、その方があなたも嬉しいわよね。のびのびとだらけ切った会社に、勤続30年の私がビシッとした空気を流してあげるわ。殺伐とした空気の間違いですよね。とにかく、私があなたの新しい会社に入ってあげるって言ってるのよ。当然、長年お世話になった私のことを雇うに決まっているわよね。雇うわけないって。え？どの立場で話をしてるんでしょうか。俺があなたを雇うわけないじゃないですか。どの立場って、私はお父さんの会社で長年働いて実績のある人なのよ。私が働いてあげるって言ってるんだから雇うべきよね。あなたの実績は父の会社を倒産寸前まで追い込んだことくらいです。雇うわけがありません。自分の会社が倒産の危機だからって、追い出した人の会社に来ないでください。ちょっと待ってよ。そんなに冷たくしなくてもいいじゃない。そうだわ。じゃあ雇わなくていいから、うちの会社を傘下に入れてちょうだい。傘下にですか？もしくは合併でもいいわよ。私も社長、あなたも社長。これで平和に会社経営ができるわね。合併してもいいですけど、あなたの首が条件ですね。え？当たり前じゃないですか。誰がまたあなたと働きたいなんて思うんですか？でも私は勤続30年の実績があるのよ。追い出したことを怒ってるのね。それなら何度だって謝ってあげるわ。だから私と会社を見捨てないで。クビになって会社を守るか、社長で居続けて会社を潰すか、二つに一つです。俺より優れた経営者なら素晴らしい判断ができると思いますよ。そんな。それではなるべく早い決断をお願いしますね。俺も倒産寸前の会社なんて合併したくないんですから。クミさんはどうしても社長の座を譲りたくなかったらしく、俺の会社との合併の話はなし。今も倒産寸前の赤字地獄を味わっているようです。同じようにクミさん側についた取引先も、少しずつ売上が落ちているそうです。ちなみに俺の会社は順調に営業成績アップで、ついてきてくれた社員たちに今期は多めのボーナスを渡せそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。